クレシンの感動会。シロとぬいぐるみだぞ。新之助が散歩に連れて行ってくれないので今日も寂しく一人で散歩するシロ。散歩をしていたシロはゴミ集積所である人形を見つける。それはシロ好みのメス犬のぬいぐるみだった。ぬいぐるみを持ち帰ったシロ。その夜は厳しい冷え込みだったがぬいぐるみと共にいるシロの心は温かかった。翌日新之助がシロを散歩に連れて行こうとシロの犬小屋にやってくる。犬のぬいぐるみを見つけた新之助だったが見世に見つかると捨てられてしまうので二人だけの秘密にすることに。 シロがしんのすけと散歩しているとシロが持ち帰った犬のぬいぐるみみーちゃんを間違って親に捨てられて泣いている女の子を見つけたシロは女の子のためにみーちゃんをこっそり集積所に返してあげみーちゃんが帰ってきたと喜ぶ女の子。その夜ミみーちゃんがいなくなって寂しそうなシロのもとにしんのすけが今日はおらと一緒に寝ようとやってきて犬小屋に入っていく二人で話は終わる原作ではしんのすけはシロのことを散歩に連れて行ってくれないし一緒に寝ようと誘いにも来ない最後はぬいぐるみがいなくなってその夜はやけに寒かったとひ人寂しく涙する悲しい終わり方をする。